ちに行く。今から？おはようございます。さてと71番で入場です。無理よね。そりゃそうですよね。何にも空いてないよね。で苦手じゃない。まあ黒待ちましょう。なんかしら本日は7月の19日ダイナム千葉横芝店にお邪魔しております。抽選参加人数が72名様の中でなんと抽選番号は71番ないね。はい、取りました。銭形4です。打っていきます。前日のグラフは素晴らしいですよ。6494枚、これを超えていきましょう。久々だな、この出目は。 AT 中で終わったんですか。チリを引いて終わったんですか。ちょっと分かりませんね。打っていきます。まず初めにですね、私事なんですけど、昨日から歯の矯正を始めまして、若干滑舌が悪くなっております。特に作業差し進めそう言えるんですけど、話してる途中のこのしとかだとちょっと聞き取りにくいと思うんですよ。なんで耳がうーってなるかもしれないんですけど、ご了承ください。あとは若干テンションが低めです。もうね、矯正器具をつけてるんですけど、マウスピースめちゃくちゃ痛いんですよ。で昨日始めたばかりでまだ慣れてないので、ちょっと痛さにやられてます。プラス暑さですね、ご了承ください。展開がついてくればね、ベルこぼしてますけど、展開がついてくれば大丈夫になると思うので、気長に待ってやってください。ここで当たってくれたらすごい助かるんだけどな。レベル3じゃ当たらないか。藤子ちゃんも絡んでないですし、250でヒットしたらいいですね。綺麗ですね。おお、ゼニガダッシュ、こんなかっこいい入り方あるの。これはもったいなくないか。ゼニガダッシュが優先されるということは当たらないということなんですかね。いやー、当たってほしい。当たってくれないと嫌。やけに静かだな。ないということでは、やっぱり嫌だ。普段全く打たないっていうこともありますし、早めに当たってくれないと気持ちが持たなさそうなんですよね。というかもう主役は手に勝った方がブイブイ言ってた時代が終わりつつあるじゃないですか。もうめったにね、腰据えて打てるような状況に遭遇しないので。お、急行だ、助かります。緑ですけどね、当てにしたい、この緑帯。いや、頑張れ。ひまわり畑、なんならレア役。
よし、ギリギリ間に合いましたね。30か。ぬるっと400当たりませんよされました。リセット時の短縮の天井かな。ようやっとです。ゲーム数はそんなにですけどね、444ゲーム、警戒レベル2で なるほど、もう一回挟むのね。本当の最終部はここでした。いや後期ではないよ、うん、ありがとう。あ、まんま行くんですね。489ゲーム、1万7000円使いました。最新部でした。3個目が赤、チャンスパターンではないのですね。ありましたね、そうそう、デカめの広角ね。上がらないんだね、うん、嫌な予感。何にもいけない。もう30に全てをかけましょう。ほい、また上がらよ。3ゲーム続けましたけど上がらないんかい。こんなところで初ポポコピーいただけまして、赤青で来たのでデカチャンスありそうです。頼むぞ。いいね、プロラーメン。タパネルビカビカなりまして、こんなところでもうちょっと後に行きたいのよ。全長長かったですね。はい、行くぞ。とまた五右衛門。五右衛門なんでしたっけ。ベル、ベルでした。ベルか、キルキしないな。デカ目で仕留めよう。よっ、あるのでは。斜めもうあの音だったら OK にしてもらってもいい。え、やりました、よかった、なんとかなりそう。7トライあればですけどね。い、駆け抜けずに済みました。いいんじゃない、このタイミングで引いたらなんとかって覚えた気がするけどな。ジャクセリーか、しかも30あるでしょ。あれ、このタイミングで引いたらやるかどうたらこうたらみたいなありましたよね。今日じゃなきゃダメでした。頑張ります。あら素敵、素敵だわ。デカめよね。37よ。デカめからデカチャンスもらえましょう。それが一番手取り早い。
敵ですね。何を弾いたんですか。かっこいい。デカだ、デカ、あ、なるほどね。デカとデカかけられてる。きすぎじゃない？3桁ってこと？わーお、やりました。写真じゃないの？デカチャンスとデカもなんかいろんなデカがあれだったんですね。ダブルミーニング的なことですか？ではすごい弾けてるデカめ。もう3回？ではどうなった？ルパンシャンシェセリコ。ケルヒなんでね、ビカビカなりました。ケルヒでした、ケルヒでした。ちょっとやっぱ滑舌悪いな、失礼。銭形の日だな、完全に。これで7揃いまでいけたら完璧です。せめて50ね、せめて。行くぞ。勝負の文字っていつも赤なんですね。これないな。次赤なんで、ここ頑張ります。70いかがですか。お、あるということですね。よし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 、赤パネル絶対取りましょうね。パネルじゃなかったですよね、赤アイコン。もうだいぶ忘れちゃってますけど、あの過去にね、三重県で何枚近く出してましたけど、あれ以降全然ですよ。他の番組でも打ってないです。素敵。お楽しみはこれからだぜ、言われました。さあ、ゴエモンさん、お、もう早くないですか。1ゲームうますぎる。あとゴエモンでありがとう。ゴエモン以外だったらね、ウェルで取れないこともありますか。もちろん。よかった、赤はもう7揃いですもんね。ビッグゲームですよね。ねね、順調。まずは50ゲームいい加減取りたい。今日全部30だ。はい、やっとこさビッグゲームです。とんでもなく乗せたいと思います。お、1ゲーム目に素敵、いいぞ。ちょっとデカめ引きすぎですね。あと太陽薬引きすぎ。ルパンでチェリー、ゴエモンレベル2回、ノーミスですよ。デカチャンス。お、いいね。こんな弾けるんですか。こんな弾けるんでしたっけ。こんな弾けるならもう終わらないですよね。
おい、素敵。こんな大丈夫ね。紫3つ並んでますけど。で、紫以外が欲しいですね。何柄でしたっけ。ラスト、終わりそうで怖いですね。おお、言ってくれます。どうだ。おお、おお、ここで消えましたね。素敵。2ゲーム連続。あらあら、すごいわね。何色だろう。わー、出ましたよ。ちょうどね、あのこの柄はなんていう名前の柄なんですかって話をカメラマンさんとしてたんで、出てくれましたよ。何も虎柄です。はい、一番乗るやつですね。わー、やる気あるね。はい、今のは取ってていいでしょうよ。こんなに並べたの初めてかもしれない。おお、チャンスアップパターンですよね。順調すぎる。おお、どうです。 OK、すごい、こんな続いたことないよ。まずビッグゲームだけでもう80ゲーム消化させてもらえてるっていう時点でお得ですよね。はい、終わりそう。はい、いや十分ですよ。では何ゲーム乗ったんでしょうか。こっからです。あら、30紫で、ここ50、はい、ここも50、10ずつ。問題これですよ。いけますよ。お、3桁いきましたね。100でした。十分十分、すんばらしい。350も乗ったぞ。やりました。イエーイ、伸ばします。次の赤パネルが3個先、紫が出てこない。でも残り430ゲームありますから、さらに伸ばしてね、ゆる感切りましょう。これ強チェリーじゃないんですか。こんなところでも、もうこの AT でやっつけたいですね。あと1800枚ぐらい、多いな。さあ、真っ赤に染まりましたよ。250まで来てしまいました。最深部、最深部ですよね。よーし、取るぞ。はい、ルパン、ゴエモン好きね。ベルですか、いいね。やりました。ゴエモン得意ってこと。しかもデカめの方で、これは誰でも取れたんだったら藤子ちゃん以上が良かったですね。箱望みは良くない。ビッグゲーム引ければいい。今度こそ50以上で、50はよく取れる、そうでしょ。で、ビッグゲームですよ。取っていいと思う。4回目ですから。 OK、
さあ伸ばしますよ。完走できるかどうかここにかかってますね。こうやってうまいこといくと面白いですよね。行かないと終わるぞ。連れて。OK。いいぞ。うん、いいね。行けるね。いそう。すべてはここにかかってるからね。どうかしら。ああ残念。では3桁は超えてますからね。最初が50でしたもんね。もう、うん、30あります。これも30。いいね。50十分です。160ゲーム。ビッグゲームはあと2回いければもういけるんじゃないかな。ございません。また乗った。10ゲームだろうな。多分50ゲームですね、合わせて。お、今スタンパネルビカってなりました。よそ見してたんですけど、デカめですね。さては、なんでベルで乗るっていう。でかい。多分あと200ゲームぐらい乗せられれば完走いけると思うんですけどね。ミニフジコ、ルパンシャンシェ、キョウチュリカセラ。はい。さあ2000枚超えまして、まさか朝一最新部からこんなところまで行ってくれるとは思わなかったです。もう行ってくれました。体得意な五右衛門。五右衛門ばっかりですね。初めて失敗します。いや、初めてなのがすごいですけど、ここまでパーフェクトですから。お、地獄の底まで追っていくのだでしたけど、ダメなんかい。次が赤なんで、ここ頑張ろう。しかもあるんじゃないですかね。素敵、フジコちゃん。あ、間違えました。フジコちゃん。よし、取れるな。はい、では絶対に取らなきゃいけないところです。チャンス目ですね。やりました。簡単すぎる。デカチャンス失敗したのたったの1回ですよ。ここでビッグゲームもらえたらもうほぼほぼ完走はいけるんじゃないかと。また30。そこ取れればいい。頼む。
赤でしたね、頼むっていうか、そういえば赤 50% ですか、やっぱり。解いて、次の赤は。これで2角だったんですね。久々のデカめ、綺麗な色合いですね。紫ピンク、ピンク紫。ない、うん、今のゲーム数の方かな。OK、 いけるようになってきましたね。うん、あら素敵。感想が確定しました。久々に見ましたね、懐かしい。本当三重以来、カップヌードルの CM しか思い出さないですよね。押す前に取る、では押させていただきます。山ちゃんの足、イエーイ。いや久々ですよ、ここまで来れたの。いつ閉まるんでしたっけ、これ。挟んだらかわいそうかな、抜けなくなっちゃうかな。いや怖いよね、やめときましょう。わー早い、結構早めに降りるんですね。やっぱり足りてましたね、なんなら十分すぎるぐらいだったみたいです。なんだこれ、パズルで銭形。え、こんなのありましたっけ。星さんですけど、どうなるの。すごいクリア、ラウンド2だ。なるほど、まただ、真ん中か。かわいい、おお、避けた。避けたぞ、めっちゃかわいい。これ寄りました、どこまで続くんだ、マックスで。取れてもあと1回かな、終わるのか。これは見たことある、やっぱりラウンド1までしか行ったことないですね、私。はい、きれい、3000枚超えまして、よし、時間はあとちょっとあるので一乗 EAT やって終わりたいですね。3144枚、では30ゲーム連です、行ってまいります。久々だな、絶対通そう。かっこいい、ゲームで合ってました。気をつけにね、デカめ引けばいい。じゃあカットインで揃えればいい。青いな、
そうだ、このセブンがね見えないんですよね、私ね。そう、見えないんですよ、思い出した。見よう、セブンを狙いたい。もう2回ぐらい。山ちゃん、青でも揃うかな。山ちゃん、ダメそうじゃないか。青だ。あんなにいろいろ弾けてたのに、どうしてなんですか。いいじゃないですか、玉の銭形ですよ。うん、あ、ただのリプレイ。これはもうバトルに発展するということですよね。取りたいよ。クソを言うてるしな。復活したことがなかった気が。お願いします、そこをなんとか。玉の銭形でどうですか。うわー、何この悲しい終わり方。終わっちゃいました。お、まだまだだ。敵、まあ、199人も短縮されてるんであれなんですけど、すごい。これってこのタイミングで引いてよかったんですかね。ねえねえ、もうオーバーしてますけど、次の分もくれようとしてるのかしら。ほい、70、すごいな。ではでは、うわー、3枚目が紫だ。3203枚。ここのレア役はどうなるのでしょう。もらえないんだね。では残りのガッツチャレンジがございます。足りるかな。さっき70で当たりましたからね。あら、ダメか。よし、ちょうど天国分も見れますね、助かる。さあ、ということで終了いたしまして、久々のスマスロ主役は銭形4、刺さりましたね。朝からいや相手の銭形だけか、薄かって言って刺さったの本当に久しぶりなんですよ。朝最深部に行っただけで1回目の当たりが伸びましたからね。まさかあそこまで行ってくれとは思いませんでした。結果をお伝えしていきたいと思います。たったの17,000円使いまして782枚、流したのが3205枚でプラスの2423枚で終了となりました。本当はもっと伸びるはずだったんですけれども、本日のお写真1枚目がこちらででん、350ゲームのせい、はい、そして2枚目がこちらででん、ただ押しただけ。これなんですよ、要は押しただけで終わってしまった30ゲーム連が、あれがちょっとね惜しくもなんともなかったので悔しい限りでございます。カットインも青のみでしたね、せめて緑よ、うん、あとあれだけ引けてたレア役が一切引けなかったので、そこが本当に悔しいんですけど、久々に楽しめたので本当に良かったです。ただバナ旅で信頼を全然打ててませんね。いつからでしょうか。来月にはゴッドイーターも入りますから、あとは
かぐや様的なやつね、ありますね、三強の超荒そうなやつ、あれですよ、いろいろと出ますから、次回以降、来月以降、抽選頑張って信頼を取りに行きたいと思いますので、お楽しみにしていてください。ということで、またお会いいたしましょう。さよなら。初当たりに帰ってどういうことなの、もっと頑張れよ。